海を舞台に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクトインサガ。さあ今回はこちらです。唐津市の太子小学校は海洋教育に取り組んでいます。4年生の子どもたちが海での体験活動を行いました。3班に分かれてカヌー体験、クルージング、ロープワーク講習を行います。海と親しむ経験をですね、子どもたちに味わわせたいと思って計画をしてみたところです。日本の国自体がですね、海に囲まれているというふうなことから、海と関わる学習は今後も大事かなというふうに思います。初体験のカヌーは前に進むのも大変。そして自分たちで帆船の帆を上げ、クルーザーの操縦にチャレンジ。危機が迫った時、自分自身や船が流されないように固定するロープワークを身につけます。怖かったですが、だんだん楽しくなってきたので、もう一度乗りたいです。海で働いてる人が大変っていうこと。普段は海の上とかにいられないけど、いられたところが楽しかったです。この授業をきっかけに海を身近に感じ、いざという時に備える意識を高めてくれるといいですね。海と日本。